はい。お疲れ様です。即価塾の久保ですえ。今回この動画はですね、2年間毎月20万円がもらえるというね、まあそんなコピーで、えー、いただいています。2年間毎月20万円もらったら結構いいですよね。で、これがね、信用あるところで本当に行われてるんですよ。実は今までも何回か似たような案件を紹介して利用していただいたんですけども、今回はですね、 クリエイターさんに対してのこういった受け入れになってます。詳しくお話しますので5分ほどお付き合いください。例えば漫画を描きたいとかね、なんか音楽活動したい、創作活動したいって言っても、それが世に広まって実際に生活費を賄えるほどに売れていくまでにやっぱ時間がかかるんですよね。ですんで、才能があっても世の中に認められる、それまでにかかる時間を自力で今はね、 こう、まかなっていたと思うんですよ。で、結局途中で、やめてしまう人が多いと思います。それに対して今回は、チャンスを提供したいということでね、講談社さんが、打ち上げた、そんなプロジェクトになります。え、2年間毎月20万円もらいながら、創作活動ができますよってこと。逆に言うと、創作活動してくださる方には20万円支給しますよってことです。 で、これがですね、鳥取県に創設された、鳥取クリエイターズビレッジというやつなんですよ。現在ここでは入居者を募集しております。で、講談社の担当編集者さんがついてくれます。場所は鳥取県境港市、魚がとっても美味しい町です。で、ここでお住まいを構えられて、コワーキングスペース、オフィス、こういったものがついき 創作活動費2年間が支給されます。毎月20万。つまり、至りりつくせりで、これから何かね、クリエイターになろうとする人を応援するというプロジェクトです。で、次がね、応募資格なんですけども、クリエイティブな活動といってもね、いろいろあります。漫画、ウェブトゥーン、アニメーション、ゲーム、音楽、CG、XR など、デジタルツールを活用した創作活動ですよね。 で、プロとして活動していくことを目指している方。もう経験とか実績は問いません。今日いきなりそういうふうに思った。でもいいです。で、条件の二つ目なんですけども、応募時点で鳥取県にお住まいじゃない方。つまり鳥取県に来てほしいってことなんですよね。次の条件。2024年3月31日時点で年齢が18歳以上であること。これはほとんどの方が OK でしょ だ三十30歳、40歳、50歳、大歓迎です。次、2024年4月1日から引っ越してください。2026年3月末日までの2年間、この鳥取クリエイターズビレッジのメンバーとして鳥取県内にお住まいになって、同期間中創作活動を行える見込みがあることです。だから2年間は頑張ってください。そしてですね、肝心なことなんですけども、 このプロジェクト終了後も鳥取県に住み続ける意思があること。ね。ただし、本プロジェクト終了後も継続的にお住まいいただくことを確約するわけではありません。今の時点で2年間のプロジェクトが終わっても鳥取に住むぞっていう気持ちがあれば結構です。ね。あとはもう相談です。最後の条件です。同じプロジェクトのメンバーとコミュニケーションをとって、規定のイベントにも参加して、自分のみならずメンバー同士で高め合う意思があること。つまり、 一人で黙々とやる部分はありますけども、このプロジェクトに積極的に関わって、で、素晴らしい仲間とプロジェクトを成功させてほしいってことになります。以上、よろしいでしょうか。鳥取クリエイターズビレッジ、興味がある方はクリックしてご確認ください。え、そして、ウェブの説明会が2023年12月14日、19時からありますので、期日が近づきましたら、動画概要欄の2つ目の URL をクリックしてみてください。 それでは、毎月20万2年間。これであなたの成功は約束されました。スタートです。